ラジオ教養小説、リンゴはなぜ喉に刺さるのか、第3章。シュトゥットガルトへの旅行。夏休みを取ってシュトゥットガルトに旅行に行くことにした。ハインリッヒからオーケストラを演奏するからとの手紙が来たからだ。彼も一人前の楽師となり、オーケストラでホルンを担当する。シュトゥットガルトへ向かう朝は天気がよく晴れ渡った空だった。僕にしては上等の馬車を頼み出発した。馬車は快適に道を走る。ハインリッヒは元気にやっているのだろうか。長旅はプラハからウィーンに来た時以来だ。数日後にシュチュットガルトにたどり着き、宿を取った。そして彼の楽団を訪ねた。居酒屋で酒を飲み、お互いを懐かしむ。あさってに演奏する曲は、シュチュットガルトの夕べ、だそうだ。僕は彼に尋ねた。ハインリッヒ、君はあれ以来プラハには戻ったのかい？彼は答えた。いや、ずっとこっちにいた。プラハといえば、ちょっとしたニュースがあるんだ。アルステーデにも手紙を送ったんだが、子供の手が離せないとのことだった。僕はまた尋ねた。アルステーデは誰と結婚したんだい？彼女の父親の学長が引退して、その後引き継いだ今の学長だそうだ。フリードリッヒ、彼女は今、幸せに暮らしているそうだ。彼はこう言った。アルステーデの結婚と幸せに乾杯。2. シュトゥットガルトの夕べ。コンサートは50分も遅れて始まった。ハインリッヒが寝坊して遅刻したんじゃないかと疑ったほどだ。楽団は何事もなかったかのような顔をして演奏を始めた。
僕は心から拍手をしてやった。ハインリッヒには会わずに、そのままウィーンに戻る馬車に乗った。ラジオ教養小説、リンゴはなぜ喉に刺さるのか。第4章。ウィーンの町医者の娘。コンサートが終わった後、観客の一人から花束をもらった。この娘は、よく僕たちのコンサートを聞きに来るので、名前は知らなかったが、顔を知っていた。ウィーンの開業医の娘で、名前はコルネリアだという。僕たちは瞬く間に恋人同士になり、お互いを、ズー、で呼び合うようになった。それと同時に、コルネリアは僕に、悪態はつくわ、わがままは言うわ、元気がいいのはいいが、妹のような、やかましい娘になった。10歳年下のこの娘は、わがままを言い放題で、掃除をしないので、部屋がめちゃくちゃで、金遣いが荒く、ただでさえ安い僕の給料が吹き飛んでしまう。誰か助けてくれ、と叫びたくなることが、しばしばあった。彼女の父親に会って、結婚の承諾を得たとき、彼女の父親は複雑な表情をして、ねぎらいの言葉というよりは、励ましの言葉を僕にくれた。僕はこれからローマに戦争を仕掛ける、ハンニバルのような気分になった。2、懐かしのプラハ。僕が結婚して、戦時中のドイツの兵隊とは何かを知り、時々やってくるコルネリアの母親が、彼女を咎めるというのか、たしなめる声も聞き慣れたある日。僕は酒を飲みながら、結婚前の人生を思い出していた。アレステーでの、ありふれた日常が懐かしい時とはいつかを思い出していた。戦後、兵隊は戦争を懐かしむのだろうか？いや、懐かしいプラハに旅行に行くのもいいのかもしれない。そう考えていた。久しぶりのプラハは記憶と違うわけでもなく、昨日までそこにいたような、それでいて初めてこの土地を見るような気分だった。アレステーデの家を訪ねたが、イギリスのブライトンに行っているという。なんでまたそんな遠いところへと思いながら、プラハのレストラン、サラを探した。店は外観こそ、前と同じ作りだが、内装を衣替えしており、なんだか居心地が悪かった。ラジオ教養小説、リンゴはなぜ喉に刺さるのか。第5章、フィナーレ、楽団の楽長へ。プラハで辛い酒を舐めて帰ってきた後、僕を待っていたのは、学長になる話だった。ハインリッヒへ手紙も書いた。僕が指揮者を初めて務めるオーケストラが演奏される。ハインリッヒも来てくれる。総稽古もうまくいった。作曲者のアルムスターさんからも、ねぎらいの言葉をもらった。オーケストラの曲名は、フライパン交響曲だ。
オーケストラの次の日、ハインリッヒがやってきて、拍手の続きの言葉をくれた。フリードリッヒ。僕も君もまだ、カタギじゃない。まだ数年以上学士として戦える。春には父親になる僕としては、返事のしようがなかった。